宮本徹君。私は棚橋康文予算委員長解任決議案に賛成の討論を行います。今予算委員会では桜を見る会、黒川検事長の定年延長など、国会が行政監視の機能を果たすことが強く求められております。ところが棚橋委員長は行政監視機能発揮へ力を尽くすどころか、職権乱用の疑いのある泉首相補佐官など野党が求める参考人は認めず、野党が求めていない参考人を毎回採決で決めるという異常な運営を続けております。予算委員長の任にあらずであります。今桜を見る会でも黒川氏の定年延長でも総理答弁、政府答弁の信憑性が問われる事態になっています。ところが与党は締めくくり質疑を提案しております。政府の答弁が行き詰まる中、審議も尽くさずに予算委員会を打ち切るなど、国会の自殺行為と言わなければなりません。桜を見る会をめぐっては、安倍首相が税金を使った内閣の公的行事である桜を見る会を私物化し、後援会員を接待したのは事実上の買収ではないかが問われています。安倍首相は地元事務所が参加者を幅広く募ったことを認めながらも、内閣府内閣官房が最終的に取りまとめているから公選法違反に当たらないと答弁してきました。しかし安倍事務所は内閣府が招待状を発送する前に、桜を見る会へのご参加賜りありがとうございますと記した文書を出していました。安倍首相は回数を重ねる中で推薦すれば招待されるだろうとの安易な憶測のもと作業を進めてしまったと答弁しましたが、まさに語るに落ちるであります。内閣府内閣官房がノーチェックだったことは明らかです。先週末、それを裏付ける政府職員の新たな証言が報道されました。首相答弁は虚偽ではないのか、いよいよ正さなければなりません。桜を見る会前夜祭については、先週 ANA インターコンチネンタルホテル東京が見積書や明細書を主催者側に発行していないケースも、ホテル主催でない宴会で代金を参加者一人一人から会費形式で受け取ることもないこと、このことに例外はないことを文章で明らかにいたしました。明細書の発行を受け取っていない参加者一人一人がホテルに5000円を払っているなどの総理の答弁は完全に否定されました。参加者一人一人がホテルとの契約主体だから政治資金収支報告書に記載する必要はないという安倍首相の陳論はもはや成り立ちようがないのであります。桜を見る会の招待者名簿等を私が資料要求した昨年5月9日頃にすべて破棄をしたという答弁も、審議の中で虚偽であることが明白になりました。ところが答弁に窮した政府は嘘の上に嘘を重ね、国会を欺き続けております。断じて許すわけには参りません。黒川検事長の定年延長は国会の立法権を侵害するものであり、立法府として見過ごすわけには断じてなりません。検察官は起訴の権限を持つ唯一の機関であります。時の権力者も起訴できます。何よりも職務執行の公正さ、政治的中立さが求められ、その職責の特殊性から検察官は検察庁法で任命について一般の公務員とは異なる取り扱いとされてきました。政権の思惑で定年延長されたりされなかったり、こうしたことはできない法解釈をしてきたのであります。ところが安倍政権はこの立法以来の法解釈を無視して黒川氏の定年延長の閣議決定を行いました。前代未聞の暴挙と言わなければなりません。しかも法解釈の変更は口頭決裁だという、いつどういう理屈でこれまでの法解釈を変更したのか記された決裁文書がないなど、本来ありえないわけであります。法務大臣の答弁も人事院の答弁もくるくる変わり、審議すればするほど閣議決定前には正式な法解釈の変更が行われてはおらず、黒川氏の定年延長は違法な決定であった疑念が深まっております。今棚橋委員長がやるべきは、国会が行政監視機能を果たすために真実が明らかになり過ちが是正されるまで徹底した審議を続けることではないでしょうか。予算そのものにも大きな問題があります。
新型コロナウイルス対策は1円も計上されていません。国民の命と健康、暮らしと雇用を守るために予算の修正が必要なのではありませんか。審議を打ち切ることなど断じて許されない。このことを厳しく指摘し討論とさせていただきます。ありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。採決いたします。